この曲は川崎駅で歌った時にすごい100人ぐらいの方に泊まっていただいて、なんだっけ、 TikTok に上げても結構反響の良かった曲なので、私もすごい好きでずっと小学生ぐらいから歌い続けてるんですけど、なんだろう、なんか他の曲とはまた違ったこう自分の中の思い出だったりとかがあって、すごいね、感情移入できる曲なのでぜひ聴いてください。なんでだろう、なんか電波が、ね、悪気味ですね。Yeah.
きな曲